さん、こんばんは。マーティン、ダーマヤクーボーイ、キングタクです。今日はですね、キングタクの大八木日本、高校野球をお伝えしたかったところです。山形商業、勝手にお姉さんの母校が勝ちました。羽後高校と山形城北の結果だけ言いますね。結果は逆転負けを喫してしまいました。本当にシーソーゲームでした。最初羽後もう負けたと思って落胆したが、しかし希望は見えてきた。逆転まで行ったんですが、最後の最後、涙、ホームランで涙を流してしまいました、私。はい。ファンの皆さんには申し訳ない気持ちです。羽後高校が誰もが勝つと予想したんですが、天才女子高校生のボーダーがいる山形城北に負けるとは私、情けないです。2年連続で疫病神となってしまいました。どうして勝てないんでしょうかね、山形城北相手に。やっぱり守備が問題ですね。守備に問題があるかと私は思いますね、はい。やはり守備の集中がちょっと守りがなっていないかと私は思います、見てて。いやー、正直私も表情がちょっといつもと全然違いました、はい。やはり来ると負ける確率が高いです。実は応援団のとこ、応援の方に、私、愛沢美優さんにお会いしました、久しぶりに。私のこと覚えてました、覚えたようでございます。チア部ですよね、高校の時は、確か。お会いしたの覚えてまして、あとは保護者の皆さんも来ていただきましたね、はい。本当に感謝を申し上げます、改めて、はい。羽後高校、来年こそ甲子園行きたいです。まだ甲子園私も実際に行ったことないです。改めて、羽後高校負けてしまったことを、ベスト8で終わってしまったことを深くお詫び申し上げます。バイバイ。